皆さんはこれまでに人類の進化の道のりについて考えたことがありますか？私たちは猿から人になるのにおよそ300万年から400万年を要し、狩猟、裁量民から現代文明に至るまでおよそ1万年を要しました。皆さんこんにちは。でも進化は本当にここで止まってしまうのでしょうか？私たちが真の神々になるにはどれほどの時間を要するのでしょう？そもそも私たちは神々になれるのでしょうか？皆さん、こちらはトップランキングです。今日はそのことを皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。それでは始めましょう。カルダシェフの情熱。未来予測の試みは、占い師や予知能力者が初めて現れた時代から人類の好む営みの一つでした。現在ホモサピエンスという種全体の進歩の道筋を予想するのは未来学者たちです。公平を期すために言っておきますと、彼らの計算は間違っていることも多々あります。それは例えば昔の SF 作品にも見ることができるでしょう。20世紀の半ばには、現在までに人類は恒星間に進出するとまではいかずとも、少なくとも火星には入植しているはずだと、その作者のほとんどが確信していたようです。ただ皆さんもよくご存知のように、その事実はありません。その一方で、未来学者 SF 作家の大胆な予測を上回る素晴らしい進歩を遂げた分野も多いことも忘れてはなりません。今の時代にこうした昔の SF 作品の中で、宇宙飛行士たちがパンチカードを使った巨大なコンピューターを操ったり、ダイヤル電話で通話したり、図書館で情報収集したりしているのを読むのは面白いものです。とにかく文芸ジャンルの巨匠たちを厳しく評価するのではなく、情報技術が本当に大きな進歩を遂げたことを喜びたいと思います。さて、人類の発展の道のりは実際には全く予測不可能だ。そんな残念な結論を導き出すことができるでしょう。では試みることすらできないのでしょうか？いえいえ、やはりそんなことはありません。ロマンティックな幻想は捨てて、一般的に社会は最も抵抗の少ない道を選ぶことを理解すればよいのです。確かに太陽系を植民地化するよりも計算技術を高める方が簡単だと判明しましたが、それは植民地化を絶対にしないというわけではなく、単に後回しにしたに過ぎません。しかも様々な技術が切り離せない関係にありますし、ある分野で進歩があれば、それに伴い他の分野も進歩します。アインシュタインがいなければ地球周辺の宇宙空間を探索することもなかったでしょうし、探索が行われなければ衛星テレビもモバイル接続も存在しなかったでしょう。つまり文明が将来進む道を予測すれば、特定のテクノロジーについてではなく、客観的に存在している一般的な傾向について考えやすくなるのです。例えばエネルギー消費が挙げられます。エネルギー消費という指標は、文明が宇宙船を送ろうと、インターネットを発達させようと、何をしようと絶えず成長し続けます。有名なカルダシェフスケールはまさにこのエネルギー消費に基づいています。そのオリジナルのバージョンによると、タイプ1文明はその惑星が恒星から受け取るエネルギーと同じくらいのエネルギーを消費する文明を指します。タイプ2文明は恒星のエネルギーを完全に利用でき、タイプ3文明は銀河全体のエネルギーをすべて利用できる文明です。このような分類方法はあまりにも杓子定規で、一種のプロクルステスの信頼だと言えるでしょう。そこでカール・セーガンという別の科学者がこのスケールに少し修正を加えました。彼は潜在的なエネルギー消費と現実の消費量の比に基づき、文明のランクを計算するための特殊な公式を導入しました。とはいえ、この方式も完全に単純明快とは言えません。例えば1970年に
私たちが生産したエネルギーは6テラワットです。公式の指標に当てはめると、これは 0.67 に相当します。2000年には2倍以上の値となる13テラワットを生産しました。これはカルダシェフスケールで 0.71 に相当します。2010年、私たちは16テラワット、つまり地球が太陽から得るエネルギーの 0.16% を消費しました。そしてこれはカール・セーガンの公式によると 0.72 に相当します。私たちがタイプ1文明に完全に到達すれば、この指標は1になります。しかし、すでにお分かりのように、今のような状況ではかなりの時間を要するでしょう。具体的にいつ達成されるかについては、様々な予測があります。そのために何が必要なのか考えてみましょう。人類は太陽系を完全に植民地化し、月にあるヘリウム3の鉱床や、小惑星の鉱物、遠方の天体にある複雑な有機物など、資源の採掘を始めなければなりません。純粋に理論上は、そうすることはすでに可能ですが、技術的な実現性の問題があります。人類が太陽系を完全に開拓するには、数世紀を要するでしょう。カルダシェフスケールのタイプ2文明は、もはや並大抵のことではなく、非常に長い時間を要します。恒星が放出する量のエネルギーを消費するということは、その恒星自体を大損球で閉じ込める能力を持つのとほぼ同じことです。つまり、いくつかの星系を完全に利用するために必要な資源やテクノロジーに私たちがアクセスできなくてはなりません。私たちがそのレベルに達するのは、おそらく3000年期の終わりか、その後の数千年以内でしょう。カルダシェフスケールのタイプ3文明に到達するということは、銀河系全体を植民地化し、その資源を最大限に利用し、他の銀河を開発し始めるということです。それには、フォン・ノイマン型の自己複製機械を利用するのがベストです。それは、自動化された恒星間ステーションになるでしょう。それぞれが次の星系に到達すると、資源を採掘するためのインフラ整備に着手します。そして、資源の一部を使って、自分の複製体を作り、それを他の星系に送り込んで、そこでまた同じことを繰り返します。そうすれば、ロボットが開拓した惑星に人が住めるようになります。ただこれは、もちろん希望者がいればの話です。このプロセスは、最初はゆっくりと進行しますが、先へ進むほど、こうした自動ステーションの数は増えてゆき、私たちの銀河系での影響力は、急速に拡大していくでしょう。この方法で天の川銀河を完全に開拓するには超高速航法が発明されない限りおよそ1万年を要します。もし発明されれば時間はさらに短縮されるでしょう。フォン・ノイマン探査機が大量にあれば人類が他の銀河を開拓する時間は格段に短縮されます。タイプ2、タイプ3の文明はスターウォーズの世界で目にするような典型的なスペースオペラ帝国です。これらの文明には多くの脅威と問題が立ちはだかっており、その多くは私たちが想像すらできないものです。石器時代の人々が人間による地球温暖化の問題を想像できなかったのと同じことです。ただ、いずれにしても少なくとも大まかな予測は可能です。ここからが一番面白く、本当に認識不能な話です。人類の神格化。カルダシェフによれば、タイプ3文明の可能性は実に大きいと言います。理論上、この文明は恒星を点火、消灯させたり、惑星を作り出したり、それを分割して小さな小惑星にしたりすることができるはずです。この文明の人たちは、遺伝子工学やサイバネティクスの進歩のおかげで永遠に生きるか少なくとも非常に長い寿命を持つでしょう。このような文明は小惑星が誤って故郷の惑星に衝突するような宇宙の大変動など怖くはないのかもしれません。とはいえこの文明にもやはり
将来的な脅威は存在します。その脅威とは宇宙の熱的死です。そして何よりも恐ろしいのは、何十億年もの寿命があった場合、その時まで生きている可能性が高いということです。あるいは孫やひ孫が生きているかもしれません。もはや心配無用の遠い脅威ではなくなります。ではどんな解決法があるのでしょう。それはもちろんさらなる発展です。古代ギリシャ人が神格化、アポテオーシスと呼んだように、私たち自身が神々になることです。今の時代にまさに神業とされているような能力を得る必要があるからです。拡張型カルダシェフスケールにはいくつか新たなタイプが追加され、こうした文明を説明することが可能になっています。タイプ4はいくつかの超銀河団のエネルギーを、タイプ5は全宇宙のエネルギーを、タイプ6はいくつかの宇宙のエネルギーを利用できる文明を指します。そして最後にタイプ7文明という神のような文明があります。これはたとえ宇宙がいくつあったとしても、そのすべての多元宇宙のエネルギーを利用できる文明を指します。タイプ7文明はまさに一種の集合神だと言えるでしょう。この文明にとっては熱的死など全く怖いものではありません。新しい宇宙を作ることも、既存の宇宙の法則を変えることも簡単にできるからです。私たちの文明とその文明の違いは、もはや旧石器時代と現代の違いにとどまりません。おそらく原始的な単細胞生物と人間ほど違います。仮にこうした文明が存在しているとしても、私たちには自然の天文現象と見分けがつかないでしょう。この文明がどんな姿をしているのか想像すらできないからです。ではこのレベルに到達するには一体どれほどの時間が必要なのでしょうか。それは非常に難しい問題です。というのも、観測可能な宇宙全体を植民地化し、その資源を自分たちのために利用するだけでは足りないからです。宇宙の本質自体を認識し、開かれた本のようにそれを読めるようにならなければなりません。発見があるたびに次から次へと疑問が湧いてくる中で、一体どうしたらいいのでしょう。それは何とも言えません。さまざまな試算によれば、数十光年あるいはそれ以上の時間が必要かもしれません。それでもやはり私たちはこの道を乗り越えられると信じています。この動画が面白かったという方は高評価をクリックし、 SNS でお友達とぜひシェアしてくださいね。皆さんよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。